お知らせいたします。10時40分になりましたので、これから川崎ブースステージにおきましてトークショーを始めさせていただきます。イエーイ。さて、本日は全日本ロードレース選手権の第7戦ですね。2&4にようこそ改めてお越しくださいました。JSB 1000クラスは、本日、決勝がこれから行われるわけですが、川崎チームグリーンの渡辺和真選手は4番手、そして松崎選手は19番手となっています。2人とも表彰台を狙って熱く戦ってまいりますので、皆さんもぜひ応援をよろしくお願いします。さて、それでは早速お呼びいたしましょう。皆様拍手でお迎えください。渡辺和真選手と松崎達也選手です。どうぞ。ここオートポリスホームなんですけれども、これからお二人に決勝の意気込みなど聞いてまいりますので、お楽しみにお願いします。ありがとうございます。肩登っていただいて、肩なんですかね。肩なのか、なんて呼べばいいですか。すみません、ご迷惑をおかけしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして、渡辺和真選手と松崎和也選手です。今日はありがとうございます。では早速、このレースについて聞いていきたいなと思うんですが、昨日ステージ中止になってレース流れてしまいましたが、コンディション整えるの結構大変なんじゃないかなと思うんですけど、私は個人的に。いや、でも1日休めたんで逆に体を楽です。良かったです。ゆっくりしてたってわけでもないですけど、気持ちが、ね、切らさなかったので、その街疲れたので、体的には使ってないので。もう思う存分、これから決勝で。松崎選手、いかがですか、今週は。そうですね、まあ、昨日まで天気悪くて、今日こんだけ晴れてくれたんで、まあ、気分はいいです。そうですよね。このまま天気がね、もっと晴れることを祈るばかりですが。午後から雨予報もあるみたいなんですけど。ちょっと晴れる方も皆さんで祈りましょう。もうそこばっかりは、ね、皆さんで一生懸命応援していきましょう。お前が勝った時は雨絡みでしたけどね。まあ、確かにね、ワンツーを飾った時にはタイヤのチョイスでね、勝ちを見せたような、そんな感じでしたけれども、ちなみに今日の予選は走ってみて手応えはいかがでしたか、渡辺選手、松崎選手。そうですね、結構最初濡れてる状態から始まって、ね、早めにスリックタイヤに変えて周回を重ねてて、まあ、コンディションが、ね、どんどん良くなってきてたんで、タイムが出るのは絶対最後の5分ぐらいだと思ってたんで、まあ、そこに合わせてタイヤを新しく最後したんですけど、ちょっとクリアラップが取れなくて、思ったほどタイムは、まあ、一周まとめることができなかったんですけど、まあ、なので、まあ、順位は4番手ですけど、順位以上にフィーリングはいいと思うので、決勝、ね、みんな早いですけど、ちゃんとトップ争いができるように準備をしていきたいなと思ってます。はい、楽しみにしております。松崎選手はいかがでしたか。自分、まあ、コンディションはこんな感じだったので、まあ、自分も最初のレインタイルで出て、ちょっとコースを確認して早めにドライタイヤに変えたんですけど、そこからまあコンディションもあれだったんで、ドライタイヤをちょっと引っ張りすぎて、ずっとそのまんまの1個のタイヤで通してしまって、一発タイムがなかなか上げれずに、ちょっとタイムの伸ばしきれずにちょっと予選会に沈んでしまったんですけど、まあ、フィーリング的には、まあ、バイクのフィーリング的にはそんなに悪いイメージじゃないので、決勝ちょっと盛り返したいと思います。はい、もうぜひ期待しております。頑張ってください。先ほどからお話しておりますが、ここオートポリスはホームコースということで、皆さんも応援に熱が入りますよね。
ありがとうございます。うなずいてくださっている方がいますね。あの川崎ハンの方もですね、たくさん応援に熱が入っていると思うんですが、お二人もやっぱりお気持ち的にはこう、ね、やってやろうじゃないかというようなお気持ちですかね。まあ、もちろんこれだけ、ね、応援してもらってますし、どこのコースよりも川崎の旗を、ね、目に入る気がするんですよね、ここって。なのでやっぱりその方たちにみんなにチェックを受けた後喜んでるところを僕も見たいです、まあ、一緒にそのレース楽しかったなっていう思いを共有できたらいいなと。ですね、皆さんもたくさん応援しましょうね。それでは松崎選手はいかがでしょう。そうですね、まあ、チームの地元っていうのもありますし、自分としても地元なので、まあ、川崎ファンもどこのコースよりもやっぱこう多く感じますし、自分も地元で自分を応援してくれるファンの方もたくさん来てるので、まあ、頑張りたいです。ぜひ皆さんで応援しましょう。それではですね、あの茂木で私課題が見つかったっていうようなお話が結構個人的に結構残っていて、その具体的にどういう課題なのかっていうところをあまりこう明言を避けていらっしゃるような印象を受けたんですが、どうなんでしょうか。そこら辺を突っ込んで聞いてもいいんでしょうか。まあ、前回のここのレースみたいにどうやって周りにタイヤを騙すかっていうところだったんですけど今回みんなが一人答えで行くような状況だったらレインタイヤで出ていこうかなって思う。おじゃ じゃあ前回と逆パターンでワンツを狙っていくような感じですかねみんなと、ね、違うタイヤをチョイスしてるんだって どれだけみんなに思わせるかが一番の課題かなと思います。なるほど、いや見応えありますね、そう言っていただけると。松崎選手はいかがですか。まあ、モテキの時課題は自分ブレーキングだったんですけど、まあ、まだそこがちょっと課題で、まあ、徐々にやってるんですけどなかなか難しい部分も多くて、ちょっとまだ課題、大きな課題ですね。そうなんですね。でも皆さんの応援の力でもうそこら辺は、はい、頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。応援してます。ここ真面目な方言った方がいい十分真面目に十分真面目って言ってたの。そんならそんなことで、もうしっかり答えていただいて、ちょっといじらないでください。あと2人にお聞きしたいのが、後半戦にいよいよ突入してきて、前半戦と比較して後半戦はこんなように盛り上げていきたいぞみたいな意気込みとかってあるんですか。自分はもう前半戦はここの第3戦ですかね、このレースしかいい成績残せてないので、まあ、まあ、せっかくこういうすごいチームに走れてるので、もっとバイク的にはもっといけるポテンシャルはすごくあるので、まあ、もっともっと上を走りたいなと思ってるんですけど、走れるように後半戦頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。渡辺選手はいかがですか。そうですね、まあ、残りレースも少なくなってきてて、ランキング争いも正直意識し始めてくる時期なので、プレッシャーもね、かかってくる場面というのが多くなってくるんですけど、まあ、でもチャンピオンを、ね、目指しているのは当然なんですけど、今ランキングトップとは正直差ができてきてしまっているので、まあ、なんとか、差を詰めるためにもやっぱりもう一回ちゃんと勝ちたいっていうのが一つ一番大きいですし、まあね、来年に向けてっていうところも考え始める時期なので、翌年に向けてもっといいモチベーションを、ね、みんなで持つためにもこれからのレースはすごく大切になってくると思いますし、まあ特に前半戦と比べて何かっていうのはあんまりないんですけど、まあ、一つ一つが大切っていう意味では前半戦から何も変わってないですし、まあ、とにかくもう一度勝ちたいっていうそれだけです。そうですね、そのためにはもちろんここにいる川崎ファンの皆さんの応援が必要不可欠ですよね。よろしくお願いします。はい、皆さん一生懸命応援しましょう。旗を振ってくださいね。ありがとうございます。では最後に、ここにいらっしゃる、川崎ファンの皆様にメッセージ一言ずつお願いできますか。はい、まあ、この後決勝、まあ、僕4番手からスタートしますけど、まあ、しっかり、ね、トップ争いができるように
表彰台にまた登れるように、そしてできれば一番高いところに立てるように、自分自身も、ね、レースを楽しみながら、そして皆さんにも楽しんでもらえるレースができるように精一杯頑張りますので、ぜひたくさん応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では松崎選手お願いします。予選で下位に沈んでしまったんですけど、まあ、地元でよく知ってるコースでもありますし、まあ、追い上げれる自信もありますので、たくさん応援してもらって、自分も頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。第3戦では見事チーム初のワンツーフィニッシュを飾ってくれたお二人、ここホームコースオートポリスで今日はどんな走りを見せてくれるんでしょうか。皆様一生懸命応援しましょうね。私たち風ギャルも精一杯応援させていただきます。それでは以上をもちましてトークショーを終わらせていただきます。渡辺選手そして松崎選手ありがとうございました。ありがとうございます。県大会。